アリアに悪いだろ。だってまずいからよ。ルーク、いいんですのよ。私本当に料理が苦手なんですもの。苦手とかそういう次元じゃないよな。お前の料理だって食えたもんじゃないだろうが。この際徹底的に修行した方がいいかもしれませんわね。そうだそうだ、まずいもの食わされる方の身にもなってみろ。俺たちのためにも少しは練習しろよな。本当に失礼ですわね。まあまあ、ルークもここまで言うんだから当然味見役として協力してくれるさ。え？そうですわね、たっぷり食べていただきますわよ。さあできましたわよ。え？こらなんだ、匂いは微妙に生臭いのに表面は黒焦げで。そんな気味の悪そうな顔をなさらずに早くお食べになって。ん？おお、焦げてるのに半生だ。味もしねえし、これ何なんだよ。何かの魚の焼き物ですわ。何かの魚ってなんだよ。知りませんわ、魚の種類はよくわかりませんの。切り身になっていればわかりますけれど。こん、付け合わせはなんだよ。赤くて黒くてぐっちゃぐっちゃだけど。トマトですわ。トマト、なんでこんな黒焦げなんだよ。うっかり焼けてしまったんですの。ああ、もうやだ。ティアかアリスに習ってくれよ。そうですわね、そうします。でもその料理は食材がもったいないから食べてくださいね。胃の中が栗ほどになるよ。じゃあナタリア、早速だけどまずはごぼうをささがきにしてね。それが終わったら人参をいちょう切りに。ごぼうはささとは違いますわよ。人参もイチョウとは。何ですの、その哀れそうな目つきは。そういうわけじゃないけど。あ、ナタリア、お鍋が吹いてるわ。あらま、鍋が焦げていますわ。どうしましょう。ヒール、ヒール。
鍋の焦げ付きはヒールでも治らないと思うわ。ああ、鍋に火がついてしまいましたわ。ナタリアに料理は無理なのかもしれないわね。ありがとう。料理は嫌いじゃないから大丈夫だ。私にも腕を振る機会を与えてほしいわ。それとも私の料理美味しくない？そんなことはないよ。だけどもう作り始めてしまったから。二人とももっと出番って。ここはあんたの出番でしょ、お友達。しゃあねえな。クレーン、今日は俺が料理当番だ。そうだった？昔はよくユーリに手料理を振る舞ってもらってたし、今日は僕に任せてて。ダメだった。少しは頭使ってよ。もう権力に頼るしかないわね。ジョーちゃん、頼んだ。気は進みませんが、みんなのためです。エステリーゼ様、もうすぐできますのでお待ちいただけますか？はい。激沈、あとは成功を祈るしかないってか。フレの料理、美味しいか破壊的なまずさか、差が激しいから怖いんだよね。料理にスリルはいらんのだ。 Okay, food's ready. Wow, it's amazing. It almost looks too delicious to eat. And it smells incredible. I can't believe it. What's with you? You're staring at the food like you're gonna cry. I thought women couldn't cook. Of course we can cook. You just happen to have poor luck in women so far. Would you two care to explain that conversation? Sorry. Emil, food's ready. Thank you very much. Go ahead and eat it if you can. That sounds pretty ominous. It looks normal enough though. Let me give it a try. Mom, wait for me. I'll be joining you shortly. I was afraid of that. This is the first time I've ever cooked.